阿佐海岸鉄道 ASA-100 形気動車は、1992年に1両が製造された阿佐海岸鉄道の気動車である。本項では ASA-100 型と同時に1両が製造されたほぼ同仕様で内装が異なる阿佐海岸鉄道 ASA-200 形気動車についても記述する。日本国有鉄道経営再建促進特別措置。法により建設が凍結されていた阿佐線のうち、海部駅間の浦駅間が阿佐海岸鉄道、阿佐あずま線として1992年3月に開業した際に製造された気動車である。ASA-100 型と ASA-200 型はほぼ同仕様で、車内座席配置のみが異なる。阿佐海岸鉄道のような第三セクター鉄道では、製造者が準備した標準仕様に近いものを採用する事例が多かったが、両形式は土佐黒潮鉄道 TKT-8000 型を元にしたため、車体寸法、材質などが製造者の標準仕様と異なっている。エンジンは新潟鉄工所製 DMK13HS ディーゼルエンジンを 183kW に設定して採用した。2両とも正面貫通式。両運転台、トイレなしである。ASA-100 形の車内は、中央部に転換クロスシートを備えるセミクロスシート、ASA-200 型は、車内中央部にソファ席と転換クロスシートを備えるセミクロスシートである。ASA-200 型は2008年6月に、宍喰駅構内で脱線事故を起こし、同年11月に廃車解体されている。ASA-2012000 年、海部駅にて、第三セクター鉄道会社は、新潟鉄工所製の NDC、または、富士重工業製の LE カーと呼ばれる、レールバス型気動車を導入する事例が多かったが、ASA-100 形、ASA-200 型は2両とも、新潟鉄工所製であるものの、土佐黒潮鉄道、TKT-8000 型と、基本構造が同一で、車体全長、幅、車体材質が標準型と異なり、国鉄キハ31型と同数法の長さ 17750mm、幅 2800mm のステンレス製である。全面貫通式、乗務員室は左側で、乗務員用扉は設けられていない。900mm 幅の折戸の客用扉が片側2カ所。運転室がない側は車端に、運転室がある側は運転室小窓の直後に設けられた。扉間には、中央部に幅 1470mm 幅の固定窓3組が設けられ、その両側に 780mm 幅の1枚、上昇式窓3組が設けられた。ドア開閉時の監視用の小窓が、運転台のない側のドアの脇に設けられた。車体外部には、公募による赤、青、緑のデザインが描かれた。ASA-100 形の車内はセミクロスシートでドア付近はロングシート、車体中央部に2人がかり転換クロスシートが通路の両側に6脚ずつ配置されている。潮風の愛称が付けられている。ASA-201 車内2007年8月、関の浦駅にて ASA-200 型は日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号で、車内中央部がソファ席、その両側に転換クロスシート、そのさらに扉寄りがロングシートとなっている。2両ともビデオデッキ、テレビを備え、ASA-200 型にはカラオケセットも搭載された。朝潮の愛称が付けられている。両車ともワンマン運転用の機器を備える。エンジンは、新潟鉄工所製 DMK13HS ディーゼルエンジン1機を定格出力 183kW 1900rpm で使用している。動力は新潟コンバーター製タクン -22 の1100液体変速機を介して二軸駆動の台車に伝達される。台車は NP120D/T となっている。制動装置はDE1A 自動空気ブレーキで JR 四国の在来型気動車と連結運転することができる。冷房装置は勾配区間でも冷房効果が落ちないよう専用機関で駆動される能力 30.4kW の AU34 が搭載された。暖房装置はエンジン排熱を利用した温風式である ASA-101 下位部駅にて2020年11月中旬から最終日まで運用終了記念の特製ヘッドマークが付けられていた。ASA-101 乗降口横の運用終了記念サインボード。2020年11月中旬から最終日まで取り付けられていた。開業時は12往復が設定され、うち4往復が四国旅客鉄道牟岐線牟岐駅まで乗り入れていた。乗り入れ運用は2008年3月のダイヤ改正で一旦廃止されたが、2009年12月に2往復で再開し、2019年3月16日のダイヤ改正で再び廃止となるまで続けられた。ASA-201 は2008年6月30日に宍喰駅で脱線事故を起こし、同年11月18日付で廃車された。そのため一時的に予備車がない状態となり、ASA-101 の検査時には JR 四国からキハ40形を借り入れて運用していたが、2009年8月に高千穂鉄道から TR-201 の無償譲渡を受け、ASA-301 として導入したため、この状況は解消された。ASA-301 導入後は2両共通で運用されたが、ASA-1000 への DMV 導入に伴い、2020年11月30日をもって営業運転を終了した。ありがとうございます。